少年場かな。いい運動だね。さてどうする？どうだ？我が秘術をご覧あれ。燃えるでおじゃ。にょほ。張り切りすぎたでおじゃ。目の前の敵ね。この薬草で無理は厳禁かな。ぼちぼちやるか。どうだ？我が秘術をご覧あれ。炎でおじゃ、ほにょ。張り切りすぎたでおじゃ。時間はかけない。どうしたものか。時間はかけない。いい運動だね。活躍するでおじゃ。炎でおじゃ。ほにょ。張り切りすぎたでおじゃ。やるじゃねえの、あんちゃん。なんとか。まあ、ヘトヘトみてえだし、あとは俺たちに任せて、あんちゃんは休ん。こう言ったのは初めてだったんだろう。そのくれは多めに見るさ。よし、てめえら、仕留めた獲物を回収するぞ。大事な金づるだ、取り残すんじゃねえぞ。やれやれ、犠牲者どころか大きな怪我を負ったやつもいないようださ。ハク、左腕を見せて。ん？な、そのままね。
毒が入り込んだかもしれないから。ね、いや、何もそこまで。なんだこの。いだだ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 。男子たるもの、このくらいで声を上げてはダメだよ。お前、今の絶対にわざとだろう。はい、おしまい。これで大丈夫かな。いって。そうだ、こいつを。おかげで助かった。いいよ、それはまだハクが持ってて。ん、何も持ってないと不便だろうし、もう少しハクに預けておくね。いいのか、大切なもの。うん、そこまでなのか。今はハクが必要としている。そっか、そこまで言うなら。うん、ガスだけだから。ハク殿、ハク殿、マロの呪法を見てくれたでおじゃるか。マロの呪法にかかればあんなギギリなんてちょちょいのちょいでおじゃるよ。解放したせいか妙に懐かれたな。この男に別に含むものはないが、こうもまとわりつかれると。どうで、あんちゃん、やけに不安がってたが大したことなかったろ。そうだぜ、ついこっちまで不安になっちまったじゃねえか。いや、あれは勘違い。少し前にあれよりもっともっとでかいやつに襲われたんだ。まあその時は間一髪で助かったが、ついその巨大なやつだと勘違いしてな。こんなやつらだと知ってたらここまで慎重にはならなかった。うん、何か急に。なんだと。今もっと巨大なやつと言ったか。うん、同じような外見でもっと巨大なやつだが、もしかして銅が甲羅のように硬そうじゃなかったか。そうだな、そう言われれば胴体は全体的に黒く光っていたような。うん、いかにも硬そうに見えたな。あともっと角は長かった気がしたんだがな。おい、だとしたらやべえぞ。こんな感じの。おら？